動画見たから分かるんですけど、前回の僕たちの飲み動画の後、恒例の地、宮下パーク来ました。イエーイちゃんと割り勘でぶち払わします。ブラー、それではやっていきます。ペット、せーの、パン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 。じゃあ言わなくていい、言わなくていい、パンパン言わなくていい。言わせ言わせ、初心者なんだから。オッケー、カット。待って、どこいる？だったらここで撮ればいい。ここで撮ればいい。はい、ということで、まあとりあえずあの子たちがね、やっと成功することができたと。やっとです、本当に。まあ、とりあえずまずは飲みっていう、そこまでこじつけたから、あとはもう飲むだけ飲ませて持ち帰れるかどうかだから、そこが本企画だからね。そうですね。まああとはちょっとあっちの展開をちょっと見てみましょうか、うん、はい。せーの、ベッド。週末は緑茶杯2つとハイボール2つです。おはようございます。はい、就活ですか？してないの、まあ、就活っていうか、芸能関係です。そこに、スーパーチン、スーパーチン、スーパーチン、俺は、のスーパーチン。ちなみに飲む人は探してました？なんとなく、なんとなく、うろうろしてます。若すぎですね。飲み屋のおまんじで会いましょう。よく飲み行くんです。渋谷、渋谷、ここで飲み行きます。そんな悪いことありました？かわいい、かわいい、なんかかわいいよ。なんかかわいいならよかったです。そんな答え求めてない。季節感がないで有名だ。ここ向きだし。でもここ全部寒い。逆に寒くないですか？そういう感覚失ってる。だいたいどっかえぐれてない。今日はえぐれてるって。今日は普通に来てるじゃん。いつもここないんですか？だいたいここがなかった。どっかえぐれてる。結構大胆な感じなんですね。うん、やばいわ。いつも大胆なんだけど寒いわ今日は。黙って。お前、ちょっとヘッド地にして、なんで持ってんの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 。お前間に合ってな、間に合わねえんかよ。あいつ、あいつ、なんなん。 The other one is not available. Thank you. 言って言って、今そこから言って、じゃあもう一人は結構乗り悪いみたいな。はい、ということで、ゆうたとゆうや、女の子の家行ったらしいです。
ゃんとやってくれましたね。行けたならよし。ということで、ゆうやとゆうや、よくやった。マッチャー。